もそものオーダーは、まあ、基本はもうさあのメーターを真ん中につけたいっていうのがあったのとぐらいで、まあ、特別あとはなかったんで、まあ、お任せっちゃお任せですね。最初に浮かんだ絵は、まあ、やったことないことを今回はやりたいなっていうのがあって、まあ、そういう話をオーナーさんとしながら、まあ、もう最後は結局もう任せるという流れですね、うん、コンセプトはもう基本的に、まあ、僕作るのはもう思った感じ で作るんで、そのコンセプトっていう形はあんまり、うん、考えないですね、うん、スタイル的にはもうこの、あの、その大人が乗るショベルっていう感じですかね。おしゃれな人が乗るショベルって感じですね、うん、やりすぎずすっきりした感じには作ったつもりですね。まあ、その後ろ回りをちょっとごつくしたりとか、まあシートレールはつついとるんですけど、まあ幅はあんまり変えずにそのまんまで、まあ今細くするのが多いけど、まあそんなに細くせずむっちり感を出す感じで、うん、よくみんな細くこうしてる部分はあんまり、まあこれはしてなく、ただこうフレームに合わせて下げた感じとか、まあ太めのタイヤを入れるために、まあ、乗った時後ろから見た時タイヤが細かったらなんか寂しい感じするんで、まあ、このフロントフォークもですね、39パイのトリプルでインナーあフロントフォークは41パイとか、まあ、マフラーの取り回しもこうむちっとした感じでこうぐるっと回して、うん、あまり細く見えすぎないというかむちりした感じでやりましたね。基本的にそのエッジっていうかあのリブとかを効かして作ろうという考えもあったんで、その中でこういうちょっとエッジの効いたリブの効いたようなスイングアームを作った感じですね。この色に決めたのはもう僕がこの色がおしゃれと思ったんでかっこいいと、まあ、もともと青系が僕は好きなんで、まあ、話してこの色になりました。